自分は使用人の身分だけど親しくしてもいいのだろうかとか、男の人の好きそうなものは何かとか、どういう服を着たら喜ぶかとか、そんなことをいろいろとさ。はい、皆さんお疲れ様です。海猫を鳴く頃に続きを始めていきたいと思います。前回はですね、ついに第一の番の犠牲者が出てしまって、で私が大号泣していたところですね。まあ前回と言いつつ、この前の録画途中までしか編集してないんですけど、いや違うんですよ、私最後にいつもちょっと考察タイムみたいなの設けてるんですけど、そこがね、私多分泣き疲れてて、ちょっと何言ってるかわかんないんですよ。あまりにもひどかったんで、ちょっと編集の手をストップして続きをやることにしました。じゃあ再開していきましょう。多分みんな戻ってき、あ、そっか、マリアはその惨劇を知らないのか。聞こえるのは雨の音と、マリアが見続けているテレビの幼児番組の音声。そしてそれに夢中で、ケタケタと笑い続けているマリアの声だけだった。だからつまり、この世のものとは思えない惨状を目にして、呆然としながら帰ってきた彼らを迎えたのは、テレビに笑い転げるマリアの笑い声だったことになる。戻ってきた彼、そうだよね。マリアの母であるローザの死を何と伝えればいいかわからず、息苦しく沈黙するしかできない。マリアは最初、自分の顔をジロジロと見る彼らに怪訝な顔を返したが、自分を咎めているわけではないらしいと結論をつけると、それらを無視して再びテレビに没頭するのだった。やっぱりちょっと変わった子なんだね。こういうところを見ても。臨死。子供たちは無言でソファーに深く腰をかける。ショック状態で頭が真っ白になっているんだろう。みんなあれだけ泣き、悲しいんだのに、今は、すべての感情を失ってしまったかのような表情で、ただぼんやりと座っている。カノンだけはいつものような落ち着いた表情に戻っていた。しかし、だからといってショックが拭えたとは限らないだろう。何もない虚空を睨みつけている彼の目には、今は何も映っていなかった。秀吉はそわそわしながら、先ほどの惨状を思い出しては、信じられない、この世のものとは思えない、悪魔の仕業や、と、つぶやき続けている。ん？それらを時々、問いかけの形に変えて南條にぶつけていたが、南條は医者らしく冷静に、少し見ただけでは何もわからない。警察が調べなければわからないと繰り返すのだった。ん？秀吉は犯人グループじゃないのか？でも南條が冷静に見えたのは、あくまでも興奮や恐怖が抑えられない秀吉に比べればというだけの話。南條も実際は強いショックを受けていて、顔面は蒼白だった。そんな中だからこそ、リーダーシップを発揮しようと奮い立つのだろうか。夏希は普段と変わらぬ態度のように見えた。私の最推しですね、今。そしてキビキビと指示をする。私はお父様のところへ行ってきます。源氏は急ぎ、警察へ連絡を。かしこまりました。私も一緒させていただいていいかしら、夏希姉さん。あ、ちょっと待って。そっか。今、序列1位、エヴァか。ああ、やっぱそうだよね。一番得してんのこいつなんだよな。あ、てかさ、そっか、みんな死んだのか。あー、ごめん、前回気づかなかった。直系エヴァしか生きてないんだ。なるほどね。クラウス兄さんがいなくなった以上、お父様の補佐は私の仕事だもん。そうだわ。その私が夏姫姉さんに任せっきりで、ここでくつろいでいるわけにはいかないわ。まあ、したたかっちゃしたたかなのかな。このような事態になんとたくましいことかと、夏姫は絶句する。クラウスが死んだなら、次に指揮を取るのはその妻ではなく、次の序列である自分だと、そう主張したいらしい。あるいは、この非常事態に夏希が自分を差し置いて切り盛りしているのか気に入らないのか。もっとも、エヴァとて直前までショックで頭が真っ白だった。夏希が指示を始めて、初めて我に返ったのだ。まあ意外とね、こういう非常事態の時って、こういう関係の方が気を強く持ってたりはしますね。確かに、多分。夏希はそれ以上何も言わず、先に歩き出す。その後にエヴァもついていくのだった。ああ、来た。熊沢さん、久しぶり。それと入れ替わるように客間に熊沢が吹き込んできた。普段は走るような人ではないので、何かあったのかと思うのが正常な感覚だが、今は誰もがショックに打ちひしがれていて、その程度のことを気には留めなかった。奥様、奥様。夏姫姉さんなら、お父さんのところへ行ったで。すぐ戻ってくるやろ。どないしたんや、熊沢さん。それが、食堂に血が。血が。食堂に血？客間にいた全員の耳がびくりと震える。誰もが思った。聞き間違いであってほしいと。どんな器にだって入る限界の量があるように、もうこれ以上の惨劇を受け入れることのできる器など誰にもなかった。だから思った。
聞き間違いであってほしいと。何やって食朝食の準備に食堂に配膳に行ったら食堂？食堂か。真っ先に走ったのはジョージだった。その荒々しい足音に我に返った秀吉と南條が後を追う。バトラーたちもそれに続く。ああ、ジョージが率先していくんだ。なんでだ？彼らは次々に食堂に飛び込むが、熊沢が真っ青になるほどの変化は見つけられなかった。あの倉庫の凄惨さを知る者たちにとって、それは一瞬、拍子抜けだった。だが、後から来た熊沢が指差して教えてくれた。確かに床に血の跡が残っていたのである。あの惨状を思えばそれは決して派手ではない。しかし冷静に考えたなら、これは相当の出血を物語るのに間違いなかった。ここにも血だまりがあるよ。これは一体食堂で出血？だいぶ時間が経っているように見えますが、おそらく夕べ。ああ、そういうことですよね。ここで殺されたんだと見ていいでしょう。そういうことになるんやろな。食堂で殺されたの？わしらは夕べずっと食堂で話し合いをしとった。そしてここに何者かが押し入ったに違いない。父さんたちが打ち合わせを抜けて休んだのは何時だっけ？確か24時、昨夜の24時を少し過ぎたからの頃や。って言ってましたよね。だからその後にとかん。あ、ごめん。しかよ。24時、24時を過ぎたくらいに秀吉たちは抜けたと。その後にって考えるのが妥当。まあとりあえず、まあ秀吉たちはとりあえずもうこれ以上話してもしょうがないと思って抜けたっていうふうに一旦は考えましょうか。勘弁してくれよお嬢様、しっかり。俺はもうさっきの倉庫でこの世の地獄ってやつを拝んじまったから、今さらこのくらいじゃ答えないぜ。バトラーは唯一両親を失ってますからね。そうかよ、よかったな。私は頭がどうにかなっちまいそうだぜ。ここは食堂だぜ。私は毎日ここで食事をして、学校のことをぼやいたり、宿題のことをぼやいたり、親父に学校の成績の話をされたり、そういうところなんだぜ。お嬢様、これ以上ここにいるのはよくありません。百万へ戻りましょう。俺も同感さ。秀吉おじさん、この部屋は多分警察にとって重要な意味があると思います。そうだね、あそこと同じで封鎖した方がいい場所ですよね。まずいんじゃないですか。真っ青になって震えるジェシカの肩をカノンと共に抱き、バトラーは少しだけ力強い声で提案する。バトラーさんの言う通りですが、この部屋にこれ以上好んで居続けることはありますね。まあこれも前回の予想なんですけど、ナンジョルのも怪しいんだよな。ナンジョルのは基本的に共犯だと思うんですよね。シャノンが実は生きてる説を推すんであれば、ナンジョは高確率で共犯グループなんだよな。ナンジョが全員の蒼白な顔を見て言う。あの倉庫の惨状はこの世のものとは思えないものではあっても、少なくともこことは離れた場所で切り離して逃げてきたという気持ちで誰もが自分を納得させていた。でもこの食堂は違う。母屋である屋敷の中にあり、そしてジェシカの言う通り、この屋敷の中でも心の落ち着く場所の一つだったはずだ。昨日、親類みんなでランチやディナーを楽しんだ場所だ。そこが血で汚されていることの衝撃は、倉庫の惨状を再び思い出させ、自分たちが決して惨劇現場から逃れてはいないことを無理やり認識させるのだ。わしも同感や。この部屋には犯人の痕跡が残ってるかもわからんしな。素人のわしらがかき回すべきとちゃうで。はよ出るんや。はよはよ。なんか気づいたのかな、証拠に。そういうわけじゃないかな。秀吉もバトラーの言う意味を理解し、せき立てるように食堂から出ろ出ろと叫ぶ。これ以上血を見るのは今の自分たちには酷に過ぎることなのだ。その言葉に逆らう者はいなかった。皆先を争うように食堂を後にする。まるで最後の人はこの部屋に取り残されて閉じ込められてしまうかのように。金蔵は生きてるんだよな。廊下で未だに震えて壁にもたれかかる熊沢に肩を貸すと、一同は客間に戻ってきた。そこへ源氏が戻ってくる。もう源氏さん。あ、源氏さん何やったの？警察に連絡はつきましたか？それが申し訳ございません。無線機の故障。ああ。それ以外の理由によるものかわかりませんが。なんや、警察に連絡がつかんのか。電話も無線もどっちもダメなんか。申し訳ございません。月曜の朝に船が来ることになっていますので、その船の通信機を借りることができると思います。まあでもこれ源氏が言ってることだから、
本当に通じないのかっていうのは分かんないですよね。船はないんか。新島の警察署までちょっくら行ってくることはできんのか。この台風だからな。そうだよね。この天気では無理だ。いわゆるクローズドサークルっていうやつですよね。台風が通り過ぎるまではどうにもなりません、クラウス様のボートは今修理中で島にございます。ですので月曜の船を待つほか。なんかまた本当都合のいいタイミングなんだな、全てが。そんなアホな話があるか。6人も死んだやで。そして電話も無線も通じず船もない。台風が過ぎて船が来るまで、つまり明日の朝までわしらは警察にも連絡できず、この島におれっちゅうことなんか。ってことはつまり俺たちだけじゃなく、おじさんたちを殺した犯人もこの島から出られず足止めってことだな。うん、それもまた一理あるんですよね。そういうことになるね。みんなを殺した犯人はまだこの島にいる。親父たちを殺した奴はこの島から逃げ出せず、まだ潜んでやがるってことかよ。くそ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 、見つけ出してやるぜ。警察になんか引き渡すもんか。私がこの手でやっつけにしてやる。これは今のところはこのいわゆる身内の中にはいないっていうふうにまだ信じてるっていうことですよね。マリアはようやく客間の様子がおかしいことに気づく。おかしいというよりは彼らが自分だけがわからない何かで盛り上がっていることに対し疎外感を感じ不愉快に思ったという方が正しいだろうか。ジェシカお姉ちゃん、誰か死んじゃったの？本当にキョトンとした言い方。まるでテレビドラマの登場人物の話をしているように他人事だった。それがジェシカには気に入らなかったのなら、まあまあでも許してあげてほしいな。これはこれほど悲しみに暮れる自分を見てそれが理解できないのかと言わんばかりにマリアに食ってかかる。死んじまったぜ、みんなみんな。まあでもジェシカもそうか、私の親父もまだ子供だもんな。ノコラの父さんと母さんも、コーダさんもシャノンも、そしてマリアの母さんも。うん、よすんだジェシカちゃん。これを聞いて悲しいのは君だけじゃない。どう思うんだろうマリアは。マリアさん、ショックだろうが聞いてください。あなたのお母さんが死んでしまいました。ママが死んじゃった。ああ、誰かに殺されちまった。悲しいだろうがよ、心をしっかり。何人死んじゃった。6人だぜ。今のセリフ大事かな。ごめんね。何人死んじゃった。6人だ。くそくそくそ、あんな残酷なことしやがって。ほどってもんがあるだろうがよ。人間ならよ、誰だか知らねえが犯人は人間じゃねえぜ。犯人は人間じゃねえ。血の色が赤いわけがねえ。犯人は人間じゃない。来たか。鍵が選んだ生贄なだけ。え、おいマリア、今なんて言った。今マリアは何か言ったが、それが会話の流れから想定される単語から大きくかけ離れていたため一瞬意味を理解できなかった。それをもう一度聞き直そうとした時、客間の入り口で夏日おばさんの大きな声が突然聞こえて脅かされた。爺様のところへ行っていた夏日おばさんとエヴァおばさんが戻ってきたのだろう。無線でも連絡できない？こんな時に使えなくて何のための防災無線ですか？申し訳ございません。まあ源氏が悪いわけじゃない。あ、まあでもまあ、そうだよね。メンテナンスはさせてるはずだよね。ほら、光をチカチカさせるみたいな船舶信号ってあるじゃない。はいはい。そういうので向こうの島に連絡することはできないのかしら。光も届かないんじゃないか、この天候だったら。まあそうか、灯台とかがないと無理か、そもそも。そこへ朝食を乗せた配膳台車を押す熊沢がやってくる。あの食堂で食事などできるわけもないため秀吉が客前運ぶよう指示したためだ。なぜ朝食をこちらに。ああ、そっか、知らないのか。それは後で話す。それよりエヴァ、お父さんはどうなんや。ご一緒でないところを見るとこのような事態になっても部屋から出ませんか。いないわ。いない。部屋は空っぽだったのよ。今のピチャンって音がもしかしてあれ。あ、間違えた。あのピチャンって音がこの変わった音か。後ろ宮金蔵、いつの間にか書斎から姿を消していた。金蔵は書斎に、寝床からトイレ、風呂までを持つため
表に出ることは極めて稀である。しかし誰にも断らず気まぐれに散歩に出ることはたまにあり、家人たちを大騒ぎさせたことは何度かある。平時ならば腹が減れば帰ってくる動物か。あーなるほどね。え、ってかどっから出たの？隠し通路みたいなのあんのかな、それとも扉から普通に出たんだろうか。なんやって？絵画の魔女。うわ、初めて聞くかも。てか初めて流れますね、このゲームの中で。こんな時にどこ行ったんや？親方様が書斎を出られたというのですか？生きてるのか、まだ。そうです、私も驚いています。いつの間に部屋を出たのやら。あなたたちに心当たりはないのですか？夏希はそう言い、源氏とカノを見る。片翼の場所を許された直属の使用人なら行きそうな場所を知っているのではないかということだろう。しかし実際は逆のようだった。金蔵のことを知り尽くしている彼らだからこそ、むしろ部屋を出ることの方がありえないという顔つきだった。僕たちにも見当がつきません。ご存知の通り、親方様はあの書斎の中にお休みの場所からご府上まで全てを設けさせました、うん、書いてあったね。親方様があの部屋をお出になることなど、よっぽどのことがない限り考えられません。となると、なんや、そのよっぽどのことがあったって考えるのが自然だっちゅうことになるんか。単純に考えるとさ、まだそうと決まったわけではありません。容疑者としては一番上にもなりますよね。同時に生きてるかどうかも心配だけど、現状をご存知なくお一人で散歩されている可能性もあります。まあ台風とか好きそうだもんね、あいつ。あのおじいちゃん、一刻も早く現状をお知らせしてご指示を仰がねばなりません。そうね、考えたくはないけど、お父様の身に何かあったのかもしれないしね。その時一番得をするのは、考えたくもあります。やっぱりエヴァなんだよな、一番得するのは。6人が無残な死体で発見され、金蔵の姿が見えない。その上電話が故障し無線も通じず、警察にも連絡が取れない。台風も明日には去り、船も来てくれるらしいが、それまでこの島は外部の誰にも頼れず、そして誰も逃げ出すことができないということだ。誰もがあまりに突然の惨劇に冷静さを失っていた。重苦しい沈黙と焦燥感。何かをしなくてはならないのに何も思いつかず、あるものはイラつき、あるものは頭を抱えるだけ。誰にも今この六軒島で何が起こっているのか説明することはできなかった。いや、私も何が起こってるか分かんないです。怒られるかな？分かんないよ、全然。いや、分かんないって。正直。てか、まだ情報が足りないですよね。いや、なんだろう。多分、キプレイの方からしたら、あ、これ見逃してるよ、みたいなのもあるんだと思うんですけど、私も、ほぼ、初見状態なんで、そっかするとね、分かんないですよ、やっぱり。どの要素を拾えばいいかみたいなのは。うん。やっぱり視点が違うはずなんで、変な話、2周目だから楽しめるとか、3周目だから楽しめる、周回したからこそ楽しめる楽しみ方ってのもあると思いますけど、私も今、ほぼ初回としての楽しみ方してるんで、まあまあまあ、頑張っていきましょう。その後、熊沢さんが作ってくれた朝食を、客までボソボソと食べた。もちろん、あんなことがあった直後だ。誰だって食欲など湧かない。でも、食べなければ体が参ってしまうのは理屈でわかっている。それに、作ってくれた熊沢さんにも悪い。大田さんが、凝りに凝った料理のために取り寄せただろう。珍しい西洋野菜は熊沢さんによって和風に調理され、違和感のある彩りとなっていた。これらの食材によって合田さんがどんな料理を作るつもりだったのか、今となっては想像することもできない。それを想像すれば合田さんの死が再び蘇り、口の中が酸っぱい何かで満たされる。みんなは一応食べるふりだけするのだが、箸が進むはずもなかった。熊沢さんには話したのかな、どういう状態だったのか。そして現状、これからですね。現状についての周知が行われた。まず、クラウスおじさん。うちの親父、キレイさん、ルドルフですね、まずは。ローズおばさん、ゴーダさんにシャノンちゃんの6人がバラ庭園の倉庫で無残な死体となって発見された。にもかかわらず、電話も無線も使えず、警察への連絡が未だできない。つまり、ってことは、この台風が過ぎるまで、俺たちにできることは何もない。さらに、この事態に少しはリーダーシップを発揮してくれるかと期待した、じい様はいつの間にかいなくなっていた。ゴーダさんが朝食を作らなかったのだから、未だ空腹なはずで、あー、そっか。単にぶらりと散歩に出ているだけなら、今頃空腹で向こうからピーピー言ってくるはずだ。にもかかわらず現れない。事件に巻き込まれた可能性は少なくなかった。うん、どっちで見るかだよね。夏日おばさんたちは、じい様たちを呼びに行った帰り、その姿を探して、各階に声をかけたそうだが見つけられなかったという。タイミング的に考えて、事件に関係があると考えるのが妥当だろう。そうですね。それはそうだね。間違いない。
食堂で殺されたと思われるうちの親父たちがわざわざその遺体を倉庫に移されていたように、爺様もすでに殺されていて、その死体が妙な場所に運び込まれていて未だに発見されていないだけ、というのは誰も口にしないが非常に説得力のある想像だった。うん、どうなんだろうね。私たちはお屋敷の戸締まりを確認してきます。お父様も念入りに探さなければなります。子供たちはこの部屋を出ないように。ほら、サソリの守りの時も言ったけど、この犯人って魔女に見せかけるっていうことに対してすごい重きを置いてるんですね。だからそれを考えると、チップスで、なんだっけ、碑文か、碑文の1の番に6人を生贄に捧げよう。だからこのルールは明確に守るんじゃないかなと思ってんだよね。あ、6人か。そっか、シャノンがもし生きてるんだったら、爺様か。が6人目か。ああ、ちょっと今自分で言って鳥肌だったけど、そっか、その考え方もなくはないな。いやだってシャノンのあの演出はうさんくさいもん、やっぱり。なんか意味がないとあの演出はしないよね。私は単純に感動してボロボロ泣いてたけど、ジョージとのエピソード知っちゃってるからさ、普通に泣けたけど、でもやっぱりあの演出は、やっぱりシャノンに何か秘密があるような気はしてるんだよな。でも今どっちにしろ閉じ込められてるからね。で、エヴァさんと秀吉さんは申し訳ありませんが、ここで子供たちと一緒にいてください。南條先生もお願いいたします。わかりました、ここでお待ちしています。夏夜葉さんは使用人たち、源氏さんと熊沢さんとカノン君を従え客間を出ていった。残ったのはエヴァおばさんと秀吉おじさん、南條先生と俺たち子供4人の合計7人だった。みんなで仲良くテレビでも見て待ってよな。しかし日曜日の午前中はろくな番組やっとらへんな。秀吉おじさんは暗くなった場を盛り上げようと陽気そうに振る舞う。ろくな番組見る見る、お、そうか、マリアちゃんはテレビ見るか。じゃあおじさんと一緒に見ような。あ、こういう時はね、理解できてない子供の明るさに救われることもあるだろうな。乗ってきたのはマリアだけだった。マリアは母であるローズおばさんが殺されたと教えられても特に感情の揺らめきを見せなかった。理解してない。でも小学3年生か、理解できるような親が死んだっていう話は、やっぱ同じ疑問持つよね。9歳という年齢はこんなにも幼いものだっただろうか。周りはとてもそういう気分になれず、各々がソファーに身を沈めて放心するんだった。兄貴、聞いていいか。なんだい。さっき倉庫で兄貴はシャノンちゃんの指輪の話をしたよな。あれ送ったのは兄貴か。ジョージの兄貴は答えなかったが、うつむき固く両目をつむった。それ以上明白な答えはなかった。よせよパトラ、少しは察し。いや、どういう理由で話したのかなと思った。だな、悪いことを聞いたぜ。ん、そうさ、どういう理由で話したんだ。ワールドエンド、僕だよ。彼女に昨夜求婚したんだ。その時指輪を渡した。明日になったらそれを好きな指にはめて返事としてくれって気ざったらしいことを言ってね。そしてその指はシャノンちゃんの左手の薬指にあった。私さ、数年前からシャノンに相談を受けてたぜ。ジョージ兄さんのことでさ。なんて言ってたのかな。シャノンは嘘をつくのが下手だったからよ。ジョージ兄さんのことを言ってるのはすぐにバレバレでさ、自分は使用人の身分だけど親しくしてもいいのだろうかとか、男の人の好きそうなものは何かとか、どういう服を着たら喜ぶかとか、そんなことをいろいろとさ、なんつうのか、そのまあ焼けたぜ。それが婚約指輪を渡されて、そこで価値観は人それぞれだけどよ。おしまいかよって言ってたね。男から求婚されるってのはある意味人生の到達点なんだと思うんだよ。だからきっと昨夜のシャノンは心の底から、いや生まれてから今までの中で一番幸せだったと思うぜ。ジョージの兄貴は顔を上げず、深いため息を漏らす。あるいは涙をにじませているのか。ちょっと待って。シャノンは夕べゲストハウスの当番だったらしいんだ。でも、
あーそっか。一緒にゲストハウスに帰るの恥ずかしかって、お屋敷に行ってしまう。そっか、その責任も感じてんのか。シャノンの気持ちを察しろよ。婚約指輪をもらえば、どんなに予告されてたって普通は舞い上がっちまって頭は真っ白になっちまうぜ。気恥ずかしくて仕方なかった。でもどこかジョージはそれに対して責任を感じちゃってるのかもしれないね。それでシャノンは当番でないはずのお屋敷に行き、そこでゴーダさんの仕事を手伝い、そっか、事件に巻き込まれてしまった。僕が、あの日、あの場所で指輪なんか渡さなければ、サヨは事件に巻き込まれなかったんだ。まあこんな事態になったらそう考えちゃうよな。それだけは違うぜ。断じて違う。だから、それ以上泣くんじゃねえ。いやー、散々ジョージうさんくさいって言ってたけどな、この涙を見ちゃうとな。でも今バトラ君、ジョージよりシャノンの方がうさんくさいからな今。参ったな。そっとしてあげなさい。エヴァおばさんに言われ、俺はそれ以上言葉をかけるのをやめる。慰めの言葉は間違えれば心を傷つける。ジェシカが兄貴の隣に座り、静かに肩を抱いていた。兄貴とシャノンの馴れ初めからを知り、シャノンから交際についての相談まで受けていたというジェシカにしか兄貴を慰めることはできないだろう。俺はエヴァおばさんのところへ行き、向かいのソファーに腰を下ろした。バトラ君は強いわね。もうだいぶしっかりしているように見えるわよ。まあそのほら、愛の深さが傷の深さじゃないっすか。俺は別にあんなクソ親父同士の方が知ったことじゃないし、キリエさんは気の毒ですが。まあそうか。まあ本当の親ってわけじゃないですしね。変な話、親父のことは本当に嫌いだったもんね、バトラは。あら、という割にはさっきすっごくお泣きしてた、まあそれはそれなんですよ、子供だから。まあ育ての親に対する恩はあのくらい泣けば OK かと思いまして。そのあたりの切り替えの速さやドライなあたりは本当にルドルフ譲りね。あの子は昔から激しく喜んだり悲しんだり怒ったりしたけれど、すぐにケロリと平静を取り戻したわ。そんなことはないっすよ。俺だってまだまだ心のショックから立ち直れちゃいません。ただ俺がみんなと違うのは、それによってどういう感情が生み出されるかってことだと思います。どういうこと？俺はジョージの兄貴やジェシカに比べたらずっと涼しそうに振る舞っている。それは悲しみが浅くてもう立ち直ったからではない。悲しみが別の感情に徐々にすり替わっていたからだ。悲しいっていうよりは腹立たしいって気持ちなんですよ。どこのドイツがこんなことをしやがったのか。ひよこっつらに一発お見舞いしてやらないことには腹の虫が収まらない。犯人を見つけてやるっていう気持ちだよね、バトラは。それが俺の本音だった。このまま悲しみに暮れて膝を抱えているだけじゃ自分を許せないのだ。親父たちが殺されていこう。この島は台風に包まれたままです。つまりこれだけの上等を決めてくれやがった野郎はまだこの島の中にいるってことです。そういうことになるわね。今も暗い森のどこかに身を潜めているのかしら。よく似た話題を昨夜ここでキリエさんとした気がする。そうだ、昨日の晩餐の席でベアトリーチを名乗る手紙が現れて、19人目の人物は果たして存在するのか否かという話をした時だ。エヴァおばさん、この殺人、昨夜のベアトリーチの手紙と何か関連があるんでしょうかね。ああ、例のさあ、どうかしらね。あの手紙はお父様が遺産問題に絡みたくて出した怪文書という見方で兄弟は一致したんだけれども、それと今朝の事件に関係があるかは今の段階では分かりかねるわね。まあこういう含みのある喋り方はエヴァおばさんもともとこうだからな。本当にベアトリーチなんて魔女がマリアに渡したんすかね。思ってないくせに。まさか、全部お父様の仕組んだ茶番でしょ。シャノンちゃんあたりに肖像画のドレスを着させてマリアちゃんを騙したんでしょ。お父様らしい手の込みすぎたいたずらだと思うけど。昨夜キリエさんとベアトリーチは実在するんだろうかって話をしたんすけど、キリエさんも俺たち18人の中にベアトリーチがいるだろうと言ってましたね。そんなの当然じゃない。
この島には私たちしかいないのよ。なら私たちの中の誰かがベアトリーチェを語ったに決まってるじゃない。この島には俺たち以外がいないですか、この島には俺たち以外。この話長くなります。いやー、相変わらず切るところが難しいですね。事件が始まってなおさら難しくなりましたね。まあでも今回一旦この辺しましょうか。多分ここからバトラとエヴァおばさんで、まあ脳内整理っていうか、今回の事件についてのキャラクター目線の話が多分出てくるんじゃないかな。まあ今回の話の中でやっぱり一番大きいのは、金蔵が消えたことですよね。金蔵の存在が、多分鍵持ってるから中まで入ったけどいなかったと。で、しかも、夏日とエヴァおばさん、まあバチバチにやり合ってる二人がお互いそう証明してるんで、ここは組んでないだろ、さすがに。って思ってますけどね。いや、それもプロレスだったりすんのかな。まあ、そこまで一旦置いときましょう。で、途中話したんだけど、ベアトリーチェっていうか、今回の犯人は、魔女っていう存在が儀式を行っていることに対して、すごい重きを置いてるんですね。だから、夏日おばさんの、サソリの守りで撤退するとか、そういう演出をしていると。となると、初日に6人以上殺すことは多分ないんじゃないかなって思ってるんですよ。碑文の通り事件を起こして殺していくと思っていて、で、初日が1、2、3、4、5、6人ですよね。で、ただ、金蔵がいないと。金蔵が死んでるんだとしたら、そのルールを自ら破ったことになるんですよ。だから、もし金蔵が死んでるのであればね、あれば、この中の一人が実は死んでない。で、前回から言ってるシャノンが怪しいんじゃないかっていう話になってきます。あとは、単純に、こいつが犯人の可能性もあるから、まあただ、金蔵がこいつら全員殺せるかって言ったらちょっと怪しいもんだけど、どうやってやったかわかんないけど、だって、ゴーダとかクソでかいぞ。どうやって殺したんだろうね、本当に。その辺はどうなんだろう、解明されんのかな、どうやって殺したんだろうな。まあでもやっぱり今回はそこだと思いますね。金蔵は初日の夜、てか1日目の段階で生きてるのか死んでるのか、最初の晩の犠牲者だったのかどうかっていうところが今後ちょっと争点になってくるのかな。で、今回なんとなくエヴァと秀吉が前回余裕感って気持ち悪いって言ったんですけど、やっぱり特にエヴァですよね。ただエヴァの余裕感に関してはたまたま自分以外の親族が殺されて、もう遺産が転がり込んでくる可能性が高い上に、自分の家族は全員生きてるから、そういう意味で余裕しゃくしゃくっていう可能性は単純にあるんですよ。別に犯人とか関係なく、ただ怪しいだけっていう可能性もありますね。まあそれも理解できるよね。遺産が転がり込んでくる可能性が高くてみんな生きてるって言ったら、このまま生き残ればエヴァにとってはボーナスゲームだから今は。そこがどうなってくるかかな。あとは別に考察とかうんぬんじゃなくて、マリアがあれですよね、お母さんが死んだって言っても全然リアクションがないっていうのは何だろう。これもなんか意味があるのかな。まあこれに関しては多分魔女を信じてる子だから魔法で生き返るとかっていうのが、あ、そっか、碑文でさ、最後みんな蘇るみたいなのがあるんだっけ。ああ、なるほどね。そうだよね。そうだ、死者の魂を蘇らせみたいなのがあるから、それで死ぬことはないって思ってるのかな。もし何だろう、もし考えること漏れてたりしたらコメントとかで保管しますけど、まあ、ちょっと今パッと思いつくのはそのぐらいですかね。まあ相変わらずのちょっとゆっくりペースになっちゃいますが、これからもね、お使いいただけると嬉しいです。じゃあ終わりにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録いただけると励みになります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。